はい、重さ小泉さんの白鳥、サイズが33センチです。はい、します。はい、この子犬も、初原のパンダジュニア3号の子供になります。まあまず、墨模様はですね、ほぼ仕上がっているような感じですね、この子犬は、うん。見せるとこ満載ですね。頭もよく決まっておりますし、肩の白地、後半もとてもバランスがいいですね。はい、水温が上がってきたこの時期にも、そうですね、しっかりと、うん、そうですね。で、たらいに入れても引かない炭ですね。まあ、あとこの鯉の良さはやっぱ白地ですね。とても白地が映えますね。はい、横の方も行きましょう。はい、もう本当に、うん、今すぐにでも品評会に使えそうです。そうですね、炭の仕上がりをしてますね。はい、この炭際もいいですし、煮込みもそうですけど、やっぱりこういう傾向なんですかね。そう、兄弟鯉なんで、姉妹鯉なんで、ここのラインがとても好きですね。はい、裏も問題ありません。はい、重迫さんが今期待しているこうパンダジュニア3号ですか。はい、そうですね。はい、この機会に、なかなかこの模様いないですね。そうですね、はい、ぜひご検討ください。秋はこのまま大きくなってくるんですかね。そうですね、この、まあ、模様の感じはこのまま来ると思います。はい、その辺りも期待してご検討ください。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。